それでは今日のゲームをハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスでした。名古屋は鈴木梨花、安藤美奈美、専修大学時代に大学ナンバーワンに輝いたペアと、そして JOC エリートアカデミー16歳の長崎美優と14歳木原美優のペアでした。この新潟ありましたね。はい、そうですね。やはり最後はですね、長崎選手と木原選手がですね、強気なプレーがですね、勝ちに結びついたと思いますね。そうですね、はい、サービスレシーブ3球目の質の高さ がですね、はい、良かったと思います。はい、ゲームカウント2対0で木下アビエル神奈川の長崎木原ペアが取りました。そして第2マッチは中国出身トップ名古屋のカットマン、ハンインと、そして木下アビエル神奈川の中国人プレイヤーユエン・シュエジャオのゲームでした。カットマンのハンイン、それからパワードライブを武器とするユエン・シュエジャオ、はい、先に2ゲームを取ったのはハンインでした。そうですね、やはりハンイン選手のバックツッツキ、切れてるツッツキに対してですね、ユエン選手が対応できてなかったですけれども、少しずつ少しずつですね、ユエン選手もですね工夫して、最後でバックドライブが非常に点数を取ることができてからですね、チャンスに結びついてですね、最後逆転勝ちしましたからね。そうですね、いやこの試合でも見応えのあるいい試合でしたね。はい、第3ゲーム第4ゲームそして第5ゲームとユエン・シュエジョウが逆転で勝利して、ゲームカウント3対2で木下アビエル神奈川のユエン・シュエジョウが勝ちました。これで T リーグ12勝目をシングルスで挙げています。まあ、このゲームは本当にお手本になるようなゲームでもありましたよね。はい、そうですね、非常に苦しい、まあ、お互いにですけれども苦しい部分がありましたけれども、そこを気持ちで乗り切ってですね、最後はですね、はい、ユエン選手のパワードライブですね、光りました。意地と意地のぶつかり合いになりました。そして第3マッチは大学ナンバーワンプレイヤーの安藤美奈美、名古屋、それから日本のエース石川佳純のゲームでした。で、第1ゲーム第2ゲーム石川佳純が難なく取って、これはもう石川かと思われたんですが、はい、そうですね、安藤選手もやはり後がなくなった後、タイムアウトの後ですけれどもです、サービスから石川選手を崩すことができましたし、またラリーの中でも得意であるスマッシュ、バックハンドで大きく揺さぶることができましたので、そこで流れがガラッと変わりましたね。そうですね、第3ゲーム第4ゲーム第5ゲームとこの安藤は得意の巻き込みサーブから、はい、そしてバックの表ソフトを効果的に使ったプレーで安藤が逆転、ゲームカウント3対2で安藤美奈美が石川に勝利しました。まあ、バウンドすぐのところスマッシュしてますからね。石川も目にちょっと不調をきたしたという、そうですね、アクシデントがあったと言ってましたけれども、そうですね、はい、まあ、それでも安藤には、まあ、自信になりますよね。そうですね、勝ったのは自信になりますね。はい、そして第4マッチはこちらの浜本とそして野村の対戦になりました。浜本が20歳、それから野村が17歳です。野村はインターハイチャンピオン、まあ、これも本当に最後までわからないゲームでした。はい、最後までわからなかったですね。はい、お互いにですね、やはりラリーの中でですね、バック対バック、そしてミドルに攻撃であったりフォアサイド攻撃、そして浜本選手は投げ上げサービスをですね使って、途中からスマッシュも使っていきました。そうですね、そういったやはり戦術転換、お互いですけれども戦術転換の中で最後浜本選手が思い切って、そうですね、はい、このスマッシュですよね。やはり第3マッチの名古屋の安藤、それから第4マッチのこの木下の浜本、やはりサーブは武器になりますね。サービス武器になりますね。やはりサービスから相手を崩すことができますので、サービス力というのは非常に大事になってきますね。はい、3対2で浜本がこのゲーム勝って木下アビエル神奈川8連勝です。今日勝ちました木下アビエル神奈川は勝ち点を44に伸ばしました。すでにプレーオフ進出を決めています。2位が日本生命ベッドエル、そして3位が日本ペイントマレッツ、4位がソフトオートメピンポンズ名古屋、こういう順位です。